冬木さんだ。でもこっち冬木さんの家からは遠回りで。冬木さん、やっと来た。え、やっとって？あったかくなってきたって言ってもさ、乙女をこんな寒空の下で待たせるの、翼のびっくりした顔が見たかったんだもん。あ、うん。てか風もう大丈夫？え、ああ、うん。忙しかったの？うん、本当はさ一緒にいたかったんだけどね。あ、つばちゃん今ドキッ。新学期早々いちいちつえ、うん、お正月に、それにバレンタイン。副委員長を決めたいと思います。まずは立候補したい人はいますか？はい、松尾くん。委員長は式がいいと思います。え、頭も良くて真面目だし、何より友達思いのいいやつだからですってくれたら、一人で勝手なことはしなくて、みんなの意見をちゃんと取り入れて。うちも賛成。同じく。推薦人が二人も。みんなの役に立てるならやってみようかなと。副委員長は。はいはいはい、うちがやります。大丈夫だもん、うちこう見えてなまら真面目ちゃんだから。皆さん、委員長と副委員長に拍手。